せーの、J コムからお届け、中野人図鑑。さあ始まりました、 J コムがお届けする全国ご当地人図鑑の中野バージョン、中野人図鑑。番組の MC を担当しますブル中野です。よろしくお願いします。この番組では毎回中野区で活躍される方をご紹介して、いろいろな話を聞いていこうという番組です。さあ今回のゲストにお越しいただいたのは、中野障害学習サポーターの会会長さんでいらっしゃいます道林京子さんです。ありがとうございます。道林です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組では3つのキーワードからゲストの人生を紐解いていきます。さあ今回のキーワードはこちら。1つ目、中野障害学習サポーターの会ってどんなとこ。2つ目、ローリングストーンサザレイシー理論。3つ目、転がった先にアンテナを張って、ということなんですが、まず1つ目のキーワードです。中野障害学習サポーターの会ってどんなところ、って一体どんなところなんでしょうか。これはブルさん、はい、障害学習って聞いて、はい、どんなイメージあります。障害学習、はい、一生涯学習する。素晴らしい。まさしくその通り。本当ですか。そうです。合ってるんですか。合ってます。よかった。合ってます、はい、やっぱり自分の人生を豊かにしていく学びじゃないかなっていうふうに思ってるんですね、うん、でも普通障害学習っていうと、はい、こうカルチャー的なところを思い浮かべられる方が多くて、で、はい、例えばこうお花やってますとか英会話やってますとか、うん、はい、やっぱりそういうふうにおっしゃる方が多いんですけれども、はい、まあ、そういうところも障害学習なんですけれども、うん、あの私たちの会っていうのは、はい、いろんなことをやっておりましてですね、はいはい、これを全部説明するともうこれだけで時間が終わってしまうので、はい、サクサクとあの説明をさせていただきますと、はい、例えばあの私たち中野ゼロお隣ですね、はい、で活動しているんですけれども、うん、あのこう中野ゼロに作品を展示してみませんか、はい、とか、こういうガラスケースで区民の方の障害学習活動を紹介したりとか、はい、これ言っとかないとね、はい、この担当の人には怒られるんです、ね、とか、あとあの例えば歩いて探る中野学って言って、はい、中野に住んでてもやっぱり知らないところってたくさんあるんですね。みんなでこう一緒に歩いてみませんかって区民の方と一緒に、はい、回る。これね今年度3月にありますから、はい、皆様期待して待っててくださいね。楽しみとか、はいはい、あとあの障害学習のサポーター養成講座、はい、こういうのもやってまして、はい、地域の私たちの仲間あの、はい、サポートする人たちを増やしていこう、はい、地域人材を活性化する人を増やしましょうなんていう、はい、そういう講座なんかもやってます、これどんな方たちが参加してるんですか。これはね、はい、あの本当に中野に住んでる方たちです、うん、それで、はい、なんて言うんでしょう、年代的には、はい、まあ、平日やりますので、はい、それなりに、やっぱりこう50代60代70代くらいの方が、講座には多いんですけれども、はい、その中であの中野で知りたいことやってみたいことって何だろうっていうところを、はい、あのみんなで分科会形式みたいにしまして、はい、それで今年度も9月10月で終わっちゃったんですが、はい、それで、例えば地域 の、 あの環境問題から発展して清掃活動、はい、ゴミ拾いっていうところあるんですよね、これも。あ、そうなんですか。はい、中野駅の北口でグリーンバードさんっていうところと一緒になって、はい、あの第4日曜日にゴミ拾い活動やってたりとか、はい、例えば社協さんでやってる街中サロン、うん、そういった、はい、あの街の中の居場所を探検してみたりとか、やっぱりこう見てるけど知らない施設なんかを、はい、いっぱいありますもんね、はいはい、そういうところをどういう役割があってどういう施設なんだろうって探検してみたりとか、うん、例えばあとこういうあのバリアフリーマップなんかも作ってたりしてるんですね、はい、これはじゃーん、あのなかなか、はい、あのもし開けてみていただくと分かるんですが、はい、あの中野区内の、はい、これ駅の地図になってて、そうなんです、地図になっていて、はい、どこに、はい、あの何があるかとか、はい、そうなんです、あのどういう坂があるとか、はい、それからあとどこにこうトイレにあの例えば、
車椅子で入れるトイレがあったりとか、おむつ替え台はここにあるよとか、ストーマーをつけてる方の、はい、あのちゃんとしたトイレここで大丈夫だよっていうところとか、そういうのが全部入ったのを作って、はい、これはあの区から助成金をもらって作ってるんですが、こういうのも講座の中で先ほどの作ってたりして、今これが一昨年、これが去年で、今第3弾を作る、はい、あのそういった活動もしています。この育成講座っていうのが、はい、はどんなことを学べるんでしょうか。はい、あの今言ったいろんなこう講座をやりながら、はい、あの要するに、大学の先生から生涯学習って、はい、今ブリさんが最初におっしゃった、はいはい、生涯をこう熱って学びだよっていうのをきちんと理論を学んで、それからじゃあ地域でどんな課題があるだろうっていうのを自分たちで学んだだけで終わらせない、はい、だから表に出てってこう調査して体験してそれをまとめてあの発表するってところをやっているんですね、はい、そういった活動をやって私たちの地域活動をする仲間を増やしていくっていう、していく、これは誰でも入れるんですか、はい、育成講座を受ければ、養成講座は、はいはい、あのどなたでもご参加、うん、あ在住在勤在学っていうのはありますが、中野、はいはい、中野のできます、うん、でその講座を終えた方たちでもし私たちと一緒に活動してもいいよって方がいらしたら、うん、ご入会うちの会に入っ て、はい、いただけて、はい、それで会員としてまたさらに活動していただく形になってます、はい、素晴らしい、すみません一口で言えないもので申し訳ないです。いっぱい、ね、活動がすごく多いの で、 そうなんです、今聞いただけでももうすごいなと思って、まだまだ本当はあるんですよね、いろんなことがね。これは若い方っていうのはそんなに入ってないですか、40代やっぱ50代、すみません、ね、やっぱり平日の、うん、活動が多いもんですから、はい、一応お若い方は30代くらい、30代もいらっしゃる、はい、いらっしゃるんですけれど、から、はい、やっぱり上の方は80も半ばくらいの方まで、はい、うん、とっても幅広い方たちが参加してくださっています、はい、今何人ぐらいいらっしゃるんですか。今、ね、58名、はい、すごいですね。で全員が全員もうちの会の活動にこう参加してくださるっていうところでもなく、皆さん地域で、はい、あのこうご自分たちの活動を頑張ってる方もたくさんいらっしゃる。そうですね、はい、そうなんです。どういう方たちが参加してくれてるんでしょうか。はい、あの本当に中野区中に住んでいる方たちなんですけれども、はい、うん、やっぱりこうサポーターっていう役割なので、はい、自分が生涯学習をするだけじゃなくて、はい、隣にいるおじさんおばさんに、まあ、若くてもいいんですけど、うん、一緒にやろうよってやっぱり呼びかけるのがサポーターになってくるので、うん、おせっかいおじさん、おせっかいおばさん、単純に言うとあの中野区の、うん、あのこう生涯学習のサポーターってみんなおせっかいおじさんとおせっかいおばさんです。おせっかいおばさん、そうなんです。でみんないい人たちなんですよ。そうですよね、はい、こんなにあの人におせっかいをするなんてことなかなかできないですから。でも今、うん、だからこそ、うん、あのこうね、ネットだとか、はい、スマホだとかそういうところだから、うん、こうフェイス2フェイスでこう、はい、お会いして、うん、一緒にこういうことをやってみないっていうことってすごく大事じゃないかと思うんですよね。触れ合いがだんだんなくなってますからね、はいはい、そう思うんですよね。おせっかいどんどんやってください。ありがとうございます。じゃあ拍手をかけて、はい、やります。さあそれでは2つ目のキーワードに行ってみます。2つ目のキーワード、ローリングストーンサザレイシ理論ということなんですが、ちょっとこれなんだろうという不思議な言葉なんですけれども、はい、その前にまず、道林さんがいつからこういった活動をされるようになったんですか。はい、27年前ですかね、うん、私中野に主人が、はい、あの南台の生まれ育ちなので、はい、嫁いでまいりまして、うん、そうするとあの当たり前ですけど、はい、あの挨拶する人が、うん、あの家族しかいないんですよね、はい、道を歩いてても、うん、みんな知らない人、うん、それがすっごく寂しくって、はいはいはい、で何か中野を知る方法はないかなって思った時に、あの中野のこう区報がその当時もありまして、はいはい、あの見ていたら、うん、区民レポーターを募集っていうのがあったんです、はい、あったんです、その頃あったんです。それでこれいいかなと思ってやってみますって言って応募して採用されて、うん、はい、その時は中野の商店街を、はい、あの取材して、はい、こう広報誌にそのあの空砲にこう書くっていう仕事だった、はい、情報だから、
新井薬師の商店街と川島の商店街にお邪魔させていただいて、はい、それでレポートをさせていただいたんですね。でそこからがきっかけで、はい、でそのうち子供が生まれて、はい、PTA に引っかかってずっと20年間もう幼稚園小学校中学校高校大学って、はい、なぜか見事に20年間、はい、ずっと年まで PTA 活動にハマり、それからあとボランティアの方も、はい、こう手話の講座が、はい、今もあると思うんですけど昔もあって、はい、そこだけが託児があったんです。で預けて勉強できるところが手話しかなかったので、はい、こう不純な動機で始めたんですが、うん、はい、で手話の講座に行くところからやっぱり障害を持った方の世界に触れて、はい、うん、そこから手話は頭悪いんでちょっと物にならなかったんですけどやっぱりそこから友達がやっぱり精神障害の方の、うん、作業所でボランティアしてて、はい、子供連れてきていいからおいでって言われたところで、うん、そこがやっぱりだから誰もバギーで行ってたんで、はい、0歳からですね、うん、だから2本立てで、はい、PTA とボランティアとこう始まって、はい、こうずっとこうそこから活動が To be continued でずっと続いているっていう感じですね、はい、まあ、PTA の方はねさすがに子供が卒業して終わりましたが、はいはい、ボランティアがさらに続いて、はい、はい、分かりました。その先ほどのじゃあこのキーワードの言葉の意味を教えていただけますか。はいはい、ブルさん、またまた、はい、また質問、また質問。サザエシってご存知ですか。初めて聞きました。はい、よくサザエシ、私これしょっちゅう言ってるんで、はい、君が代のって、はいはいはい、あ出てきますね歌詞で。はい、はい、サザレイシのって歌いませんが、うん、はいはい、のそうなんです。あれって普通石って、はい、川から転がっていくとどんどん砕けて小さくなりますよね、はいはい、だけどサザレイシっていうのは、うん、なぜか転がるうちに大きくなっていく石、うん、雪だるまみたいに。そうなんです、うんうんうん、それがねサザレイシサザレイシなんですよ。で私ね、間違っちゃいけないと思ってね、うん、まあ、今朝ネット引いたんで大丈夫です。間違ってないです、合ってます、はいはい、石が転がるように流れに沿って転がっていくうちに、なんだかいろんな人があれあれこれあれって、はい、はいはいって言って引き受けてるうちに、なんかさざれ石のように恐れ多いのですが、どんどん自分がなんかこう成長させていただいた中のでっていうようなこうところがあって、だから皆様もきっと進む方向さえ間違っていなければ、なんか転がってていくうちに、なんかどんどん自分がこう成長できる、うん、大きくなっていくのかなっていうのが、はい、ローリングストーンサザレイシ理論。いやこれ絶対もらおう。素晴らしい言葉ですね。でも本当に先ほどの活動とか聞いていても、初めにレポーターと組のレポーターとして始めるってところから始まって、中野を知っていくうちに、お子さんが生まれて PTA だったりボランティアだったり、ちょっとずつちょっとずついろんなことがこう積み重なって大きくなっていってるっていうのが本当にもう道ば道です。その通りですね。ありがとうございます、はい、それが結局さっきの中野学みたいなやってると、はい、私幼稚園の頃も PT やってたので、うん、幼稚園の先生って、うん、神社の例えば宮司さんだったりお寺のね、なんて言うんでしたっけ、お坊様だったりする方が結構多いので、はい、うん、訪ねていくと、うん、あーって、あーすっごくそういうところで、はい、大昔のいろんなやってたことがすごく結びついたりとか、うん、はい、あとこういうこうバリアフリーマップ調べてても、はい、やっぱりこう昔こう馬車押しながら、うん、道ってみんな水はけのために傾いてるんですよね、はい、と車椅子も一緒なんですが、うん、馬車も押してるとものすごい疲れるんですよ、うん、傾いていっちゃうんですね、うん、そういうことがやっぱりすごく生きてきたりとか、うん、やっぱりこうやってることが地域ってどっかとどっかがくっついてくるんですよね、うん、はい、うん、そういうのってねとっても感じますね。そしてこの障害学習サポート会の魅力とは、はい、はい、もう申しました通り、やっぱりこうボランティア
ティアになるので、うん、それで報酬っていうのは本当にないので、だから本当に誰かのために、うん、はい、こうそれから仲良く良くするために、うん、自分の住んでる地域がもっと良くなるといいねっていう方が集まってるので、うん、すごく気持ちがいいんですね、はいはい、なんて言うんでしょう、誰にでも私いつも思ってるんですけど、役割があることと、はい、それから必要とされることと、はい、それから居場所があることって、うん、家庭以外の行く場所、はい、居場所があることってすごく大事だなと思っていて、うん、そういう会に私たちが少しでもなれたらいいなっていうふうに思っているのと、はい、それからあとみんなやっぱり中高年が多いので、うん、はい、サラリーマンの人って会社辞めちゃうと一緒に飲む仲間がいないんですよ、うん、そうですよね、だから飲み会やるとね、うん、みんなね飲みニューケーション大事ですよってね普段ねなかなか来ない人までね、うん、みんな集まってね、うん、ワイワイガヤガヤ、うん、はい、結構でもみんな寂しいって思っている方はいるかもしれないです、はい、そういう会があったりとかすると本当に、ね、はい、嬉しいと思います、はい、あとやっぱり先ほど言われた必要とされるっていうこと、それね大事だと思います、はい、そうですよね、はい、なんか本当に会社辞めちゃったりとかするともう何をしていいかわからないし、はい、やっぱね今まで仕事があったけどもそういきなりなくなってしまうと、はい、何をどうしていいか分かんなくなってしまいますもんね、はい、で奥様と2人になるじゃないですか、うん、そうするとね奥様に、うん、外に行ってって言われるんですってあなた家にね家の帰って来る時間にしてって言って、うん、とりあえずは表に行っといでってね、うん、ポンってねしゃれちゃううちの会員さんとかもいらしてねうちの会員に来るとね、うん、結構ね会議中寝てたりしてるんですけどね、まあいっかみたいな感じで、うん、ね、行く場所があるの大事だと思います。そうですね、本当にその場所があると、はい、家から追い出されてもいつでも来てくださいという感じですよね、はいはい、でもやっぱりあれですね、奥さんの方もずっと今まで旦那さんが家にいなかったから仕事に行っていて、うん、でそれがいきなりこうずっと一緒にいるっていうのもやっぱりこう窮屈なんですかね、うん、なんて言うんでしょう、亭主元気で留守がいいって、うん、はい、ここで言っちゃっていいのか分かんないんですけど、はい、そう思っている奥様方は結構多いんじゃないでしょうか、はい、でもまあそういう旦那様たちがね、はい、集まれる場所があればいいですね、それで地域活動して、うん、とっても皆様の役立つことをやってますから、はい、はい、素晴らしいと思います。さあそれでは最後のキーワードになります。転がった先でアンテナを張って、はい、ということなんですが、これを詳しく教えてください、はいはい、転がり続けていたいなと常に思っていて、はい、でその時その時でこうアンテナを張ってね、うんうん、今何が自分に求められてるのかなとか、自分かこの会に何が求められてるのかなっていうのって、うんうんうん、アンテナを張ってないと情報って来ないんですよね、はいはい、それでさっきの地図みたいに呼びかけがあった時にキャッチすると、うんうん、それがまた活動になって広がっていって、で、はい、さらにこう広がって、だから今私たちこの会の千代田区のお手伝いで、はい、千代田区にも中央区にも行ってたりとか、はい、さらにこう広がっていったりとか、行ってます、ね、行ってます、こうアンテナを広げているとその活動の先がまたさらに広がっていったりなんかするわけなんですよね、はい、だからやっぱりこう皆さんもそうだと思うんですけど、情報を発信して、はい、それをまた返ってきたものをキャッチするっていうのはすごく大事で、それをこうずっと続けられて、だからこう学んでまた活動にこう続けられてっていうのを一生続けていけたらいいなって、うん、ローリングストーン一生転がり続けていたいっていう言葉がもうびっくりしました。なんかすごくロックンロールでしょうかすごく元気をいただきました。はい、すいません、まだまだ聞きたいことはあるんですけども、あっという間に時間になってしまいました。中野人図鑑ではこれからも中野区で活躍される方をどんどん紹介していきますのでお楽しみに。今日は道林さん本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。